見てくれた？怪盗お願いチャンネル。あれ立ち上げたの俺なんだよね。あのさ、怪盗は君らなんだろ？ごめん。いや、もし俺が思ってる通りなら秘密にしといた方がいいよな。鴨志田なんかに利用されて、俺は君にもひどいことをした。そのお詫びってわけじゃないけどさ、俺にできることがあったら何でも言ってくれ。とにかくそういうこと。悪い大人は鴨志田の他にもたくさんいる。でも怪盗ならきっと何とかしてくれる。絶対一度きりで終わるはずない。だから悩み事が集まるサイトを作ろうって思ったんだ。怪盗団の今後には期待してる。内心そう思ってるやつ多分たくさんいる。だからあのページには匿名アンケートも実装してあるんだ。怪盗団を信じますか、信じませんか。俺はいつかこいつを指示の声でいっぱいにしたい。怪盗団の正義の行いの役に立ちたいんだ。いいだろう。なら好きにさせてもらうさ。世間の評判とは別のところで怪盗団を支持し続けた声があったらしいわね。怪盗団を熱心に応援していた者がいる。もしかしたら君の近くにね。どうなの？我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、月のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、じゃあな。聞いてたぜ今の。ったく声かけずれんの。なんの、あのサイト三島くんのだったんだ。我が輩たちのことバレてるんじゃないか。たとえそうでもあの様子なら大丈夫だと思うけどね。一応後でお話ししとくか。しかし悩み事が集まるページな。こいつは意外と使えるかもだぜ。まあいい、ともかく大物探しだな。それが見つかるまでは準備ね。見つかったらまたパレス行くわけだから装備とかも。せやー、何よ急に。俺ら直試験じゃね。その様子じゃ今回もひどそうね。お前だって英語ばっかだろ。何もできないよりいいじゃん。リュウジは日本語だって怪しいぜ。お前は人間かどうかが怪しいんだよ。今のうまくね。拳で語り合うか。ちょっとだこら、やめろっつーの。島のやつ何企んでるんだ。
最近調子どう？ほら、例の活動。ごめんごめん。最近ちょっと寝不足なんだ。情報戦略っていうの？カイちゃんの管理しっぱなしで。期待？いくら悪党を成敗しても誰も知らないままじゃやっぱ意味ないし、だから怪盗団に救われたって人たちの書き込みをログにしたり、逆にアンチコメは削除したりね。怪盗事件を盛り上げるためには怪盗団の活動を正しく伝える場が必要だろ。本当？そう言ってもらえると徹夜しがいがあるよ。君たちが実際どうやって悪党を成敗しているのか知りたいけど、そういうのペラペラ喋るようじゃかえって残念だから聞かないよ。なんたって怪盗団は孤高の存在だからさ。残念だけど俺には君たちのようなことはできない。でも怪盗活動を盛り上げるなら任せてよ。カイちゃんを通じて怪盗団を宣伝しまくる。で、逆にネガティブな情報は消してく。怪盗団の人気をコントロール、いやプロデュースするんだ。いわば怪盗団の戦略的広報担当ってとこ。このロマンあふれる響き、君なら分かってくれると思ったよ。肩書き負けしないようにしっかり情報戦を制していくからね。ただこの情報戦ってのが意外と体力勝負で、掲示板の書き込みもいろいろあってさ、嘘っぽいのとか世直し関係ないのとか、こういうガセで怪盗団の真実が埋もれたら元も子もなくなっちゃう。はあ大丈夫、そういうの俺がきっちり仕分けるからさ。実はもう有力な情報には目をつけてるんだ。なんとうちの学校の噂、まずは身近から怪盗団の活動を盛り上げていこうと思ってさ。俺頑張るからね。よし、でもさすがに根詰めすぎたかも。ダメだ、眠すぎ。油断するとつい白目が。俺帰るね。バイバイ。行こうぜ。そういえば、実はさ、
よし。はあ。帰ろうよ。よし、行こう行こう。実はさ、そっか。そうだよね。よし。
行こうぜ。あのさ、いやいや、そうそう、よし。実はさ、ごめん。じゃあまたね。
よし。よし。それじゃ。さあ、実はさ、ごめん。
それじゃ。待てよ。いやいや。でも。実行に移ろうか。え？そっか。
はあ、じゃあまたね。行こうぜ。ごめん。あのさ、
よし。そっか。じゃあまたね。よう。いやいや。よし。ならさ。
またね。行こうか。考えたんだ。この前秋山くんが言ったこと、お前変わったなって。そういえば秋山くんを助けた時、不思議と逃げる気になんなかった。なんでだろうって考えてみたんだよ。あの時は必死だったし、あんま覚えてないんだけど、君だったらどうするか。あの時そんなこと頭に浮かんだんだ。君は鴨志田の時も、多分他の悪党にも、困ってる奴のために頑張ってるんだろ。だから俺もやんなきゃって、なんか自然とそう思えたみたい。破れかぶれだったけどね。俺さ、ずっと変わろうとしてた。冴えないいじられ役から必死に世間の注目を浴びるヒーローになろうとしてた。でも君と出会って気づいた。ヒーローは目立ってるやつのことじゃない。誰かのために戦えるやつがヒーローなんだ。きっと俺が本当に変えたかったのは、バレー部の時みたいに間違ってることを間違ってると知りながら見過ごす弱い自分、困ってるやつを見て見ぬふりする、そんな卑怯な自分だったんだ。ここだけの話、俺が変わったのって怪盗団が心を盗んだからなんだろ。え？じゃあ怪盗団は何もしてないってこと？マジか。でも俺が変われたのはやっぱり君のおかげだよ。怪盗団に君に憧れて勝手に協力者を気取ってたけど、本当に本物になれたんだな。俺は世界にとっていてもいなくても同じ空気、そう諦めてた。確かに俺に世界を変えたりはできないけど、自分を変えることはできるんだ。うつむいて何もできないってふてくされるか、前を向いて一歩踏み出すか。自分の世界を変えるのは自分、自分の心次第なんだね。また失敗することもあるかもだけど、君がいてくれれば何度でも頑張れるよ。だからさ、こんな俺だけど、たまには君も頼ってくれよな。世間が何と言おうと絶対に応援する。君が俺を見捨てなかったようにね。我は汝、汝は我。汝ここに契りを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ汝、
月の究極なる秘宝に目覚めたり、無人の力を汝に与え、よし、よし、とっておきの依頼用意しとくよ。今の俺が協力できるのはまだそれくらいだけど、例のルポも少しずつ書いてるんだ。それでいつか本にするつもり。怪盗団の活動の記録、きっと読む人に勇気を与える、そんな内容になるよ。そしたらさ、俺も本を通して人の心を変えたってことになるのかな。よし、じゃあ早く書き上げないと。その前に腹減ったし、なんか食って帰ろうよ。今度こそビュッフェって行きたいとこだけど、それは印税もらってからってことで。楽しみにしてろよ。